はい、じゃあ今日はインタビューの方ご協力ありがとうございます。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、自己紹介からお願いします。はい、ペットと飼い主様が絆を深めるお手伝いをしています久保川さとみと申します。はい、ペットと飼い主が絆を深めるというのは具体的にどんな風に絆が深まっていくんですか？はい、私は声解析という声がを発した時の感情を色で見られるというシステムを使ってその時の心の状態、気持ちをお伝えするということで飼い主さんとペットの、橋渡し役をしています。はい、ありがとうございます。今回リブランディングアカデミーの1期生ということになるんですけれども、はい、なんでそこに入ろうと思ったかっていうその時の動機っていうのはどういう動機で？はい、私はずっと会社員で自分で起業をするっていうことをしたことがないので、自分がビジネスを起こすにあたって何からしていけばいいのか、その順番を知りたかったし、なんか会社員の時とは違う視点が必要なんじゃないかなと思って、リブランディングはそれを教えてくれる気がしたので申し込みました。はい、ありがとうございます。じゃあ実際にやってみて、ここの講座のこういうところが良かったとか役に立ったなと思うことがあったらそれを教えてください。はい、もうまさに自分がビジネスをするにあたって誰に何を伝えたいのかっていう一番基本となる大事なことから、どういうふうにこう商品を作っていけばいいかっていうそのステップ道筋が分かったことと、自分が少し迷ったりすることが、まあ、誰でもあると思うんですけど、その時に的確にアドバイスをいただけることによってなるべくブレずに進めたっていうのが良かったなって思います。はい、ありがとうございます。そしたらこの講座ってどういうタイプの人とかに向いてるとかおすすめとかっていうのありますか？はい、リブランディングっていう名前の通り、今すでにビジネスをしててそれを構築し直したいっていう方はもちろんそうだと思うんですけれど、私のように会社員でこれからビジネスをしたいけれども何から手をつけていいかわからないっていう方に私はおすすめしたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にですね、さとみさんが3年後とか5年後とか、はい、どういう姿になっていたいかっていう未来の夢を語ってください。はい、ペット声解析っていうのはまだ本当に声解析自体も知られてないですし、ペット声解析をちゃんとやっていきたいって思ってるのは私だけだと思っているので、もうペット声解析といえば久保川さとみって言われるぐらいに、はい、していきたい。で、そうなれると思っているので、そういう風にしていきます。はい、じゃあ未来のね、一人しかいないペット声解析師を目指して、はい、頑張っていって、私も応援してますので。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。